フィッツヒューリーは、ロバート・ E ・リーの偉であり、南北戦争では、南軍の騎兵将軍だった。バージニア州知事、外交官及び米西戦争で、アメリカ陸軍の将軍を務めた。リーは、バージニア州フェアファックス軍のクレモントで生まれた。ライトホース・ハリー・リーの孫であり、ロバート・ E ・リーの偉だった。父は、 シドニー・スミスリーであり、日本に後悔したペリー提督の下で艦長を務めており、後に海軍巡将になった。母、アンナ・マリアはバージニア権利商店の寄贈者、ジョージ・メイソンの孫娘であり、アメリカ合衆国上院議員、ジェームズ・マレー・メイソンの姉妹だった。リーは1856年に陸軍主管学校を卒業し、アルバート・ジョンストン大佐が指揮する。 第二アメリカ騎兵連隊の勝利に任官された。叔父のロバート・ E ・リーはその連隊の中佐だった。リーは騎兵士官としてテキサス州でコマンチ族に対する戦闘における勇敢な行動で頭角を表し、1859年テキサスのネスカトゥンガにおける戦闘で重傷を負った。1860年5月、ウェストポイントの騎兵教官に指名されたが、バージニア州が アメリカ合衆国から脱退したので、その職を辞した。南北戦争の時のリー将軍リーは、騎兵中尉として南軍に加わり、はじめは、第一次ブルランの戦いの時に、リチャード・イーウェル巡将の参謀士官になった。1861年8月に第一、バージニア騎兵連隊の中佐に昇進し、J.E.B. スチュアート大佐の下に仕えた。李は1862年3月に、 連隊の大佐となり、7月24日には順勝に昇進した。北バージニア方面作戦の時に、騎兵を集中させるのに遅れて到着し、北軍の騎兵隊がスチュアートの作戦本部を襲撃して、その有名な羽飾り付きの帽子とマントを取るのを許してしまったことで悪評を買った。しかし、その後に南軍がカトレツ駅を襲撃した時に、 北軍作戦本部のテントを奪い、ジョン・ポープ少将の制服を捕獲した。リーはスチュアートがなくした帽子の埋め合わせに、ポープの上着を渡した。リーは1862年のメリーランド方面作戦で活躍し、サウス山の戦いから撤退する南軍不評隊を遮蔽し、アンティータムの戦いの前にシャープスバーグへ向かう、北軍の進攻を遅らせ、 アンティータムの後でポトマック川を越えてバージニア州に戻る時も南軍を遮蔽した。1863年3月17日、ケリーズフォードの戦いにおける、騎兵戦でもうまく戦い、その400名の部隊で150名の北軍兵士と馬を捕獲し、事態の損失は14名に止めた。1863年5月、チャンセラーズビルの戦いでは D の偵察によって、 北軍右側面に空白があることを発見し、リーの騎兵隊が先導したストーンウォール・ジャクソン少将の側面攻撃を成功に導いた。チャンセラーズビルの後でリーは猛烈な流待ちマチで行動できなくなり、重要な騎兵戦となったブランディステーションの戦いを含み1ヶ月間戦闘に出られなかった。ゲティスバーグ方面作戦の初期段階でスチュアートの言った 北軍周辺の乗り回しには間に合って一個旅団を引き、カーライルの戦いでは重要な功績を挙げた。ゲティスバーグの戦いでは、現在、東気平線上と呼ばれるところで気平線を戦ったが、うまくいかなかった。スチュアートの報告書では、その指揮下で、リー以外の士官には見るべきところがなかったと指摘しており、リーについては、この大陸でも最も洗練された。 騎兵士機関の一人であり、十分に昇進に値するとされていた。リーは1863年8月3日に少将に昇進した。1864年のオーバーランド方面作戦とピーターズバーグ包囲戦では、スチュアートの下で常に師団長を務め、スチュアートの死後はベイド・ハンプトン少将に仕えた。ハンプトンは、この戦争の大半で、 リーと行動を共にした領友であり、軍歴とその経験の豊かさによってスチュアートの後釜に昇格した。当時周りで見ていた者は、ロバート・ E ・リーの老いがその役割を受ける者と皮肉を交えて予測する者がいた。ジュバル・アーリー中将が行った1864年のバレー方面作戦にリーも参加し、北軍フィリップ・シェリダン少将に対抗した。 9月19日のオペクオンの戦いでは、乗っていた馬が3頭も撃たれ、リーも重傷を負った。ハンプトン将軍が、ノースカロライナ州のジョセフ・ジョンストン将軍を支援するために派遣された時、ロバート・ E ・リー軍の騎兵隊全軍式は1865年3月29日にリーに委ねられたが、それに続く作戦行動ではすぐにアポマトックス。自身は4月9日のファームビルで、 南軍最後の突撃を率いた。戦後のリー戦後、リーはバージニア州スタッフォード軍で農業に注力し、また戦争に関する問題を最終的に落ち着かせるものとみなしていた南部人を和解させる行動で異彩を放った。1875年、ボストンで開かれたバンカーヒルの戦い100周年記念式典に出席し、注目される演説を行った。1885年、 ウェストポイント観光委員会の委員となり、1886年から1890年はバージニア州知事を務めた。1889年及び1893年のグローバー・クリーブランド大統領の就任パレードではリーが第三師団を指揮した。1896年4月、リーはクリーブランド大統領からハバナの総領事に指名された。 この任務は通常の領事の任務である外交的なものに軍事的性格が付け加えられていた。この職にある時、戦艦アセスメインの破壊を頂点とする大きく困難な事態を取り扱うことを求められた。スペインとアメリカ合衆国の間に戦争が布告されるとリーは軍隊に再入隊した。リーは三人の元南軍将官の一人となり、志願兵の少将に任官された。 リーは第七軍団を指揮したが、キューバでの実戦に関わることはなかった。1899年には、ハバナとピナールデルリオの軍政府長官となり、その後のミズーリ方面軍指揮官を経て、1901年にアメリカ陸軍巡将として退役した。1907年にハンプトンローズのスーエルズポイントで開催された、ジェームズタウン博覧会のための委員会では、リーが、 初期の指導者だった。D はワシントン DC で死にリッチモンドのハリウッド墓地に埋葬されている。D の著書として1894年に出版されたロバート・イーリーに関する意外な指揮官シリーズおよび1899年に出版されたスペインに対するキューバの闘争がある。ありがとうございます。